スモーランドハウンドスモーランドハウンドは、スウェーデンのスモーランド原産のセントハウンド犬種である。別名は、スモーラントシュトーバで、中世の時代の頃に作られた犬種である。スピードよりも、スタミナと集中力をメインとした能力を持つ犬として、作られ、かつ、オリジナルの犬種であることを際立たせるために、選択繁殖によって生まれつき短いようになるように、改良された。 本種は主にのうさぎとキツネを狩るのに使われた。獲物の匂いを追跡し、何時間も歩いて追いかけてじっくりと距離を詰め、追い詰めて自ら仕留めた。スウェーデンのケネルクラブには1921年に公認登録されたが、2010年現在はまだ不思議に公認登録はされていない。ほぼすべての犬はスウェーデン国内でのみ飼育されていて、一部は北欧の他国で飼育されている。 現在も実用犬として使われているが、ペットや消ドックなどとしても飼育が行われている。頭部は少し大きめで、マズルは先が尖っているが、長さは普通である。体は筋肉質で引き締まった体つきをしている。足は短めであまり速く走ることはできないが、その代わりに持久力があり、何時間でも歩き続けることが可能である。 また、身雪の中でも渦漏れずに歩いていくことができ、特に雪が深い場合は、短めの足を駆使して、泳ぐようにして、雪をかき分け、進むことができる。耳は大きいタれ耳、尾は生まれつきとても短く、飾り目はない。稀に尾が長い子犬も生まれるが、暖尾はほとんど行われない。コートは、艶のある、ショートコートだが、二重構造になっていて、寒さに強い。毛色は、 ブラックアンドタンなど、体高43から50センチメートルの中型犬で、性格は愛情深く知的で安定している。主人家族に対しては、友好的で、家庭犬として飼育するのにもよく適した犬種である。初対面の人や犬に対しては警戒心を持つが、慣れれば、友好的に接する。しかし、元が猟犬であるためスタミナがあり、運動量は、 非常に多いので都心部での飼育はあまり向いていない。また、蒸しやすい地域での飼育にも不向きで、そういった地域で飼育する場合は冷房設備の設置が必要不可欠である。かかりやすい病気は関節疾患や熱中症などがある。デズモンド・モリスの研修辞典、デズモンド・モリス著書、福山秀也、大木拓薬成分動振興者、2007年、ありがとうございます。